はい、まあ結局ね、まあ中止になってしまったんで、まあそうですね、もう次に向けてっていう感じなんですけれどもね、次はどうされるんですかね。平日夜開催なんでね、仕事終わりもしくは、学校終わりに、駆けつけることできるんじゃないかなって思うんでね、いや羨ましいなどっちにしろ羨ましいな、早く行きたいですけども、はい、まあ次に向けてね、またみんなで応援しましょう。さあ、今回のギフトともにですが、はい、ブラウブリッツ秋田戦をダゾン観戦します。よっしゃ。さあ、いよいよね、首位秋田戦を、ね、初黒星に追いやることができるかということなんですが、はい、なんとですね、今回も雷雨の影響により試合開始が遅れております。はいはい、でどうなるのかな、ちょっとね、心配だな。まあね、前節のことがありますからね。そうそうそう、ちょっと試合を見たい、見たい、結果が知りたいっていう状況なんですよね。まあ待つしかないんですけれども、はい、まあ、ちょっとじゃあ先にね、スタメンの確認だけしておきましょう。はいはい、はい、なんかどうだから前みたいな3バック、なんならもう5バック、5バック、あと守備寄り、な感じですかね、公式が出してますからね。でベンチは長倉隼人選手がまたね、ちょっとね、前回ちょっと出れなかったんですよね。そうそうそう、でブライト選手も入って、ちょっとただ前田選手がね、まだちょっとベンチ外ということで。あ、でも今日、あまりにも前節とかも出てなかった、ベンチ外だったから、前田選手は、我らが前田良一選手はって言ったら、優しいフォロワーの方が、トークイベントに参加ですって、リプライくれて、お元気やったなと思って、ちょっと心配しちゃう面もあるからね。なんか最近暑いし、やっぱりなんかそういう体力とか、もうちょっと心配だったし、でもなんか何も特になかったから。そういう情報お待ちしております。じゃあどういったフォーメーションになるのかっていうのを含めて、そうですね、楽しみなんですけど、試合開始がそもそもだから30分遅れてて、さらにまだちょっと延期っていう状態で、分からないんで、もうとにかく待ちます。待ちます。で、始まらなかったらまたフォームでお知らせします。はい、はい、19時33分キックオフに、延期になったんですけれども、まあ、結局中止になってしまいました。はい、はい、か2試合連続ですからね。今回に関しては試合も始まってなかったですから、はい、まあ、ちょっとこれだから、見た目上の勝ち点差ではちょっとまだ順位がわからない感じになってしまったんですけれども、まあ、試合数とかも、まあ、どうなっていくのかわからないんで、全チームが均等にできるのかっていうのもちょっとわからないよね。はい、なので、まあ、だから本当にこれ試合を落とせなくなってくるというか、まあ、勝たないと全試合ね、勝たないといけなくなってくるなっていうふうに、ね、思いますけどね。まあ、でも、中2日で今度、YS 横浜戦だったのが、まあ、十分ちょっとね休んで、またホームなんでね、そうそう、万全のコンディションでね、そうそう、挑めるんじゃないかなと思うんで、まあ切り替えてというか、もう次に向けてまた頑張っていただきたいなと思いますけど、はい、コメントでもいただいてましたけど、はい、天候がそう本当に悪すぎて、そう、まあここ本当1、2試合の話じゃないですか、ね、ないでね、まあ、雨はずっと続いてたし、いやだから横浜戦も果たして晴れで行えるのか、ちょっとまずそこを行わないといけないですよね。まず試合をまず行っていただかないとね。それもある。あんなにね、プレビューで結構頑張っていろいろ話したんですけどね。はい、まあ、仕方ないですね。まあしょうがない。で、まあせっかくこう今見ていただいてるんで、ちょっと別のね、もうこの後ご覧いただこうかなと思いますので、はい、はい、残りの時間はそちらをお楽しみください。どうぞ。
さあ YSCC 横浜戦プレビューでございます。おいしょ。いやー中止が続いてますね。中止が続いてるんでね、まずはあの試合が行われてほしいっていうのがもう一番の願望なんですけれども願望っていきなりねもうそうでしょう。はい、なんですけれどもまあまあとりあえずね対戦相手ちょっと見ていきたいなと思います。はい、 YS 横浜なんですけれども、はい、ここ、まあ、4試合ぐらい、ちょっと見てみますと全部引き分けなんですよね。はい、ガンバ戦はもう5対5の引き分けですから。勝ちあぐねている。そうですね、なかなか勝ちきれてないっていう言い方もできますし、我々も一緒みたいなもんですからね。我々は過去5試合みたいなところで言うと、はい、1分け、2敗、2中止2中止って何だろう。ちょっと ね完全燃焼続いてます。いやまあでも本当はね秋田戦からこう中2日でこう YS っていうところがもうしっかりとコンディション整えてっていう状況なんで、まあ、万全の体調でね挑んでもらえるかなと思いますけれども、はい、YSCC 横浜の YSCC って何かっていうことなんですけれども、はい、横浜スポーツ&カルチャークラブなんですよね YSCC、うん、はい、だからまあまあ、 J リーグの、まあ、加盟というか、はい、まあ、条件としてちゃんと地名を入れることが条件なので、まあ、その最後に横浜って入れたんでしょうけど、まあ、そうなってくるとですね、横浜スポーツ&カルチャークラブ横浜になるんで、まあ、ちょっとねややこしいかなと思いますけども、はい、まあでも一応 YSCC っていうのをチームね、チーム名っていうことで、まあ、覚えれば早いかなと、はい、で横浜というチームですね。だから横浜の 3番目のチームかな、横浜 F マリナス、横浜 FC、YSCC 横浜。なるほど、ね、はい、まあ今ね、J1 で2チームね、F マリナスと横浜 FC 戦ってますから、 YSCC の方もね、ちょっとぜひ頑張ってほしいなと思いますけれども、まあ今回はホームなんですけれども、一応本拠地が一発なので、横浜 FC と同じ、ね、本拠地を使用してるので、あ、そうなんですね、はい、なんで、まあドイツリーグであれば、まあ、他本当のダービーになるってことですよね。ああ、そうだね、うん、FC 東京と東京ヴェルディみたいなね感じになると思うんでね、なんか違うスタジアムを本拠地にしても面白いかなとは思うけど、まあ本当はね、そうね、なんかそれの方がこう、ね、そのそれぞれで活気が出るかなと個人的には思うんでね、まあまあそれも一つねあったら面白いなと思いますけどね、はい、IS の監督はシュタルフ・ユーキ・リヒャルト監督ですね、はい、ドイツ出身の、まあ、熱血というかね熱い監督ですね。昨年から率いてて2年目ですかね。あ、はい、注目選手でいうと、まあ、なんかね番組でも特集してるのをなんかこう見たことあるんですけど、オニエ・オボチュク・プロビス選手ですね、はい、私もその、番組見ました。はい、ナイジェリア出身なんですよ、ね、そうそうそう、高卒の、まあ、ルーキーですね、そうそう、はい、っていうのでちょっとね、若い選手なので若い選手頑張ってほしいなって思って、はい、見てます。さあではね、学卒の願望展開いってみますか。はい、はい、一言で、はい、言わせていただきましょう。おガンツ、うん、今まで生かしてる、はい、まあ試合もね、試合数もどれだけできるかわからないということを、いやそうですね、ちょっと今までこの数節で、はい、感じてしまったので、はい、まあ、勝たなければいけないと、はい、引き分けとか負けで試合数をこうこなしていては、ちょっとさらに昇格が厳しくなってしまうかなと、まあそうですね、思いましたので、勝つと。何でもいいから勝つと、今までを生かしてというのは、まあ、何節か今までやってきた中で、まあ、いろいろ FC ギフとしても反省点だったりとか、次につなげる材料だったりとか、そういうのはあったし、我々としてもギフトもとしてもなんかいろいろこういう風になってほしいなっていう思いがあった、それを全てこう生かして、はい、詰め込んで、そして勝利につなげてほしいなと、いうことでもうこの一言につきます。はい、はい、まあ僕も、まあ、この勢いで出したと同じなんですけれども、うんうん、まあどうせなら圧倒してほしいなと、あ、もうこの2試合試合できなかった、ちゃんとね、ちゃんと試合できなかった部分を話すべく、
まあ、で結局勝つしかないんで、その試合数的にもっていう話なんですけども、もう思いっきり打ち負かしてやりましょうという感じですね。なるほど、はい、勝ってほしいですので、はいはい、圧倒して勝ってほしいという感じですね。はいはい、ちなみに白石さん何かありますか？気落ちしないでほしいかな、うん、まあ、もちろん勝つとかっていうのは常日頃思ってると思うんですけど、まあ、この2試合ちょっと、まあ、途中までやったけど中断とか試合ができなかったとかってあったと思うんですけど、もうそれはしょうがないから試合できなかったなとかっていうのはもう忘れて、もうあの勝つことだけに集中してほしいっていうのがあるかなっていう感じ。だから代わりに試合があるかどうかもまだ分からない。そうそう、そこが分からないから、うん、なんかまあまあなんとかなるでしょうで今はいいと思う。逆に勝っていけば、ね、そう勝っていけばなんとかなる。じゃあ続いてね、はい、願望もしくは予想スコアちょっといきますかね。はい、はい、一緒だけどね、まあ、正直ね。せーの、ダン！一緒ですよ。ああ、もう一緒一緒。一緒です。はい。私は。僕は5対0。みたいな。ああ、そう、あの、圧倒って言ってたしね。圧倒っていうぐらいなんで、まあ僕も驚いてますけど。あれ？自分で、自分で。5対0。いや、なんか、まあ、驚くぐらいの、なんかこう、ね、まあね、圧勝ね。展開がね。大丈夫。今まで中止になった分をもうドカンドカン入れてほしいなという思いを込めての、はい、でまあ5対0の試合はまだ見てることないですから、そうなのにね、はい、どうですか？あ、私ですか？はい、私は4-0です。あ、4-0。あの前回、まあ、前回と同じですよね。そうです、はい、まあ、取れる数字、取れない数字ではないのでね。まあでも 5-0 でも嬉しいねって感じなんですけど、まあ4点とか取ってほしいなって、なんか2点じゃ物足りないから、このね、あの消化不良をね、綺麗にするには圧勝してるチームもあるんですよ。そう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 、前の説とか見るとね。そう、で結構ね、あのハマったりハマらなかったりっていうのがどのチームがハマるかわからないんで、まあ、こういう展開岐阜もあのいただきたいなと。アルファなんで、あ、まあまあ、まあ、言ってることは一緒みたいな。これに通じる。言ってることは一緒みたいなところありますよ。はい、まあまあ、とにかくだからこれここが大事であって、私にとっては失点ね。そう、はい、1点でも取られてしまうのがね、うんうん、とかリードされてしまうのがもう勝つにはちょっと厳しすぎるので。そうですね、リードされてしまうと、はい、うん、っていうことですね。はい、はい、さあということでね、はい、もういい天気で迎えられるといいなと願うばかりですけれども、本当に、はい、明日の YS 横浜戦、はい、圧倒して8点をね積み上げて、はい、行ってほしいなと思います。はい、はい、いい天気であれ。そう、お願いします。お願いします。